上ネタ紹介はここまでとし、話の整理に移っていきましょう。まず、国防省長官ジム・ハウスマン率いる、アメリカ政府の目的が明らかになりました。今回のシャドーモセス島のテロに対して、政府は大きく2つの目的がありました。まず1つ目は、これまで解説してきた、メタルギアの回収です。アメリカ政府にとってメタルギアは、膨大な資金をかけて作り上げた集大成であり、今後の世界を変えることのできる力、として回収したいと考えます。そしてもう1つの目的は意外にも、ゲノム兵の回収でした。実は、アメリカ政府は1990年代から、遺伝子操作による軍兵の強化実験を極秘裏に進めていたのです。その強化実験は一発成功ではなく、ガルフ号シンドローム、ガルフ号ベイビー、といった、副作用が出てしまい、様々な調整、再実験が必要であり、その15年かけた強化実験の最新版が、今のゲノム兵たちだったのです。つまり、ゲノム兵の存在も、メタルギアと同様に、公にできない事案であり、これまでの投資費用とこれからの利用価値を加味すると、穏便に回収したいものだったのです。アメリカ政府は、この2つの目的を達成するにはと検討した結果、ナオミが開発しているフォックス台の利用を決定したのです。このフォックス台を送り込み、主要な関係者が感染すれば、重要人物は抹殺され、2つの回収は容易となりますからね。このような検討により、フォックス台を使えば、目的達成できそうとなりますが、ここで大きな課題として、このフォックス台を誰に運ばせるか、が残ります。この課題に対して出した結論は、今までフォックスハウンドで様々な功績を挙げた、大佐、スネークの採用です。そして、両名は除隊しているため、本作戦に引き込むことは難しいという理由から、政府は、フォックスハウンドに憧れている大佐の名メリューに目をつけたのです。メリューをテロ当日に配属させることで、メリューがどうなってもいいの?と大佐を脅し、大佐を作戦に引き入れ、その結果、スネークを運び屋として、作戦に加えることに成功しました。親戚に当たるメリューを、そこまで思うなんてと思った方もいるかもしれませんが、実はこんな背景があります。拷問に耐えなかった時に聞ける無線です。大佐、メリルのことだが、分かってる。大佐、メリルは私の娘だった。何?知ったのはつい最近だ。あの子の母親、死んだ弟の妻が手紙をくれたんだ。この作戦が終わったら、私はメリルにそのことを打ち明けるつもりだった。大佐。いいんだ、スネーク。ありがとう。メイではなく、実の娘だったのです。このように人質を取られ、無線も全て聞かれている状態だったので、これまでの無線が全て、歯切れの悪い受け答えだった、ということがわかりました。こういった背景があった中で、何も知らされていないスネークは、単独潜入に成功し、政府の思惑通り、重要人物を感染させたのでした。本作中で政府が交渉に強気だった理由は、何かの切り札があるからではなく、謀策は打ってあり、その策の目標である関係者への感染が完了していたためだったのです。アメリカ政府の作戦は完璧だ。アメリカ政府、大勝利。と、させなかった人物がなんと二人もいたのです。まず一人目は、ナオミです。ナオミの裏切りはリキッドたちも、狡猾なアメリカ政府も想定していなかったのです。実際に、ナオミの裏切りが予感された際に、大佐からこんな発言がありました。尋問して何が目的か剥がせるんだ。彼女が奴らのスパイだとすると、大変なことになる。何のことだ?いや。そうです。政府の手段であったフォックス台のターゲットが、ナオミの手によって、全く別の関係者に設定された場合、リキッドたちは感染していない可能性が出てきます。一番厄介なリキッドが生存していると、メタルギア、ゲノム兵の回収ができないだけでなく、核兵器を容赦なく撃ってくる可能性があり、一気に立場逆転、作戦失敗となります。大佐の大変なことになる、とはこういう意味だったのです。そして政府の企みを阻止した、もう一人の人物は、そう、我らが主人公スネークです。スネークはリキッドたちと接触するだけでなく、フォックスと共闘し、メタルギアの破壊に成功したのです。この二人の人物の想定外の働きにより、二つの目的は達成されなくなったため、もうええわ、全部なかったことにします。ということで、ジム・ハウスマンは、空爆作戦を実行した、ということでした。ここまで分かってくると、映画みたいなゲームと称されるのも理解できますね。